ミラクルを起こそうとする番組です。では早速自己紹介に行きたいと思います。むーちゃん、はい、皆さんご一緒に手拍子をお願いします。愛してる愛してる、変わらない変わらない、みんなと一緒に、みなと、今でも本当はむーちゃん、はい、帽子のお色気担当むーちゃんこと相川みなとです。よろしくお願いします。次はアリニャン。はい、自由で気ままなアリニャン。ニャン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 、うーん、アリニャン。ハイポーシの妹アリニャンこと町田アリサです。よろしくお願いします。続いてマユン。はい、鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番色白なのはマユン。どうもありがとう。ナンバーマユンことかつけです。よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは、野上貴子と申します。真面目かポッシュのトンチンカン、野上貴子です。よろしくお願いします。はい、では早速コーナーに行きたいと思います。はい、コーナー1、生態調査モニタリング、ポッシュ、ポッシュはい、このコーナーはメンバー同士でドッキリを仕掛けてその反応を観察するというコーナーです。今回は私とアリニャンがドッキリを仕掛ける側です。はい、それでは早速 VTR どうぞ。なんか黒いさ、そうそう、なんかこっちからはだから一瞬見えない、そうそう、なってるよね、なってる、ここ近海なのよね。マジでごめん。ねえ、もう、
しかもさ、今日撮るって分かってたの、なんでこんなテロテロのバッグで来たんだっつってさっきトイレで揉めたんだよ、ちょっと揉めたの準備してたのなるほどね、マジでごめん、嘘かよ、もくもくとメイクする前に、はい、気持ちを信じてた、いや、かなり信じたよ、もうへぇ、マジよかった、余計なこと口走んなくて、ほんとなねえ、たかこ、いやマジでごめん、ほんとに撮り直しだよいや、もう気づいた2人とかじゃない、この人がもう全て悪なんかこいつについてきて携帯取り出そうと思ったら俺今日なんか V 回すっけって思ったもんでしかも2人のあの空気感半端なかったよ、と映ってるかな、ムーがやべえみたいな空気出して、その空気出すなよと思って、ね、でもだってこれ何って感じじゃない、でマイユンがあすごい一瞬止まったもん、だってこうやってあれ、その日ついてきてもう一回やばい、もう一回撮り直すね、いや、あのさ、私たちそろそろ引っかかるかなって、ね、この間ミラボの時も私たち言ってたの、うん、でも温泉オフ会あるから、うん、多分そのあたりで私は撮るだろうなって、温泉オフ会なんか仕掛けてきたらどうすんの、いやね、その辺でなんか引っ掛けてきそうだなと思ったの、うん、ずっともう二人のこと何も信じないようにしようって、なんで何しようとしたのね今入ってきた時点ではまだセットできてないわけじゃん、うん、カメラそんなカバンテロテロだからだよ、私の見てよこのがっつりしっかりしたやつ、全然この違いやる気の違いこのめっちゃ、しかもハンディ忘れてきちゃったんだよ今日、なるほどね、うわー、なんだろう話と思ってさ、しかもムーちゃんそうだから一瞬今固まったじゃん、え、どっちりの内容話す？いや、やめとこう。でもそうだよね、うん、え、知ってんの？言ったの？うん、最初にちょっと話すことあるって言って、3人来たら話すわって言って、でもその内容は知らないでしょ？知ってるよ、当てたもんだって、このことでしょって、知りたい、高子、え、知っちゃって、なんとなくわかるでしょ？わかんない？なんとなくちょっと、うん、言ってみて。え、なんとなくわかんの、なんで黙るの？え、そのマスク関係してる？あ、関係してる。え、いいよ、言っちゃっていい？うん。え、この間の喉のこと？あ、そう。そういうこと。でしょ？そういうことを。でしょ？あれにしてくるんだよ、マジで。え、あれでしょ？その喉のここになんかあったってやつでしょ？でも絶対さ、それさ、最初ドッキリかなと思ったの。でも、どう見てもカメラ回ってないしと思ったの。そんなに何日も前から寝回ししてたんか！それはたまたま思いついただけだけどね、聞かれたから。いやマジで、いやでも、いやもうでもだから信じたよ、言葉出ないもん私、本当信じたもんだから、どうしよう喉のなんとか、え、で具合悪かったの、本当具合悪かったの、本当でも喉のこれはキャンドル中にさ、え、ちょっとムーちゃんドッキリ考えて、私手伝わないから一人で回していやマジでもう愛ちゃん言うこと何も知らないちょっと今日考え直そう、頑張ろう、頑張ります頑張ろう、あ、ごめんね、ドッキリ大失敗パート2に続きます、頑張ります、ごめんねみんなでもうちょっと吐き出してなんかしやっちゃった、うちらもよく成功したね、そう考えるとね、たかこ、え、むーちゃんがやっぱりいるとダメなのかもね、むーちゃんでドッキリ何回、2回、3回バレたんだよね、てか全員とのタイプの時もあれ待って、まゆの時何で潰れた、私の時は私が気づいちゃったの、そうだ、ダンボール、あなたがダンボールでガサガサガサすぎて、え、タカ君の時何あったっけ、タカ君の時はもうあれだよ、タカ君がさ、タバスコかさ、でしかも携帯持ちながらトイレ行くし、ああそうだった、もうムーちゃんと組む人頭がね、だからさ、この間さ、ノドノ言われた時に本当ドッキリかなと思ったの、私一瞬、いやもう本当疑っていいよ、周りにカメラないし、まあでもそうだな、いくらなんでもそんなことドッキリで言わない、ドッキリ使わないよなと思ったんだよ、ね、そういうのはドッキリに使っちゃダメだから、ね、でもね、本当に心配したんだよ、ダメどうしよう、二人ね、二人で喋んないで、あの紹介状のやつは何だったの、紹介状から嘘、あ、で医者行ったのは本当ね、あで精密検査は嘘、あもう精密検査行かなきゃとか言った時にむーちゃんがチラッと私のとこ見てちょっとと思ってそれはその場で考えた、
それね一瞬そう。じゃあ撮り直しますので、みんなちょっと注意して生きてこう。いや温泉オフ会の時も もう注意して生きてこう。主役でしょ。主役ね。もう行かないわ。一応お手振りだけもらえますか。何？バイバイって。バイバイ。どんまい。頑張れ。ありがとう。大失敗に終わりました、はい、実はこの後何回かね、あのもう一回撮るやったんだよね。そう、撮り直そうってやったんですけど、それも失敗しまし た, その時はそう、私が悪かったんでね。まあね、私カメラのセッティングしたらマヨがシャーって言って入ってきてハーみたいになっちゃって、私一回見て見ぬふりしたもん。こうやって そこからパッて見たら、なんかアリサが一生懸命そっちでこうカメラをセッティングしてて、それを見ちゃってそうシャーってカーテンを閉めた。でもその日ちょっと前に感づいてたでしょ。その日のさ朝にもうさ、そうだね、今日だよね、今日だよねって言ってたもんね。なんか台本に書いてるのを見られてた、見てでムーに、あ書いてるっていうのをアイコンタクトしてんの、ムーがえなんで気づかないのみたいな、書いてるって言ってんじゃんみたいな。それもタカ子に2人に見られたかもしれないって、ね、そうね、でもバレてたんだね。そうだからもうやめるっていう話をして、でも一応やってみようかみたいな、うん、それ気づいてたんだね。私たちが気づいたことを気づいてたんだね。もう本当にもう私は誰とやっても毎回私で失敗するので、今度むーちゃん一人でさ、誰か3人のうち誰かとか書きたい。いやもう絶対失敗するよ、だって企画クラッシャーって書かれてるから。もう私もそう思うもん自分で。この人うまいね、企画クラッシャーって。あとすごいなんかやらせ疑ってる方がいるんですけど、これ結構本気ですよね。これ毎回本気で失敗してます。とりあえずどけ座でって言われて、いやもう本当にもうどけ座ものだと思っております。心ではどけ座してるから、本当にこれでみんなごめんなさい。はい、そんな感じのコーナー、生態調査モニタリングポッシュでした。締めるのか。はい、続いてのコーナーはこだわり5。イエーイ。このコーナーはですね、メンバー一人のこだわりに共感できるかできないかを判断するコーナーです。私で始まり、タカ子で最後となりました。はい、はい、それではタカ子のこだわり、はい、お願いします。はい、まず1、お風呂で体を洗うときは手で洗う。うん、どうでしょうこれは。じゃあいきますよ、せーの、どん。お、共感。お、お客さんでも共感の方は手を挙げてくれると。ちょっといますね、共感の方。おうおうおう、まあまあまあ普通ぐらい、まあ、半々って感じですかね。私はなんでなんで、まず、うん、まあ、ボディーソープポッ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 ってやって泡立てて、あ違う、そう手で洗う理由聞きたいの。ボディーソープやって段階は別にいいよ。みんな大体そうだろうね、スポンジの人もボディーソープやってポッポッポッで。いやなんかね、タオルとか体洗う用のタオルとかあるじゃないですか、うん、あれよりもなんかあれでも痛い感じがするの私は。摩擦感っていうか、なんかね、皮膚が擦れちゃうような感じがするの、うん、手の方がやっぱ柔らかくていいの、うん、だから理由はそれ。あなんですけど、どうですか、あれ前は。私そこに関してのこだわりはあんまりないから、スポンジでも手でも全然、あどっちでもみたいな。でも結構2人も共感、ね、私はちゃんとした理由があって、その肌って洗ったものの硬さになるんだって。わかる、だから硬いもので洗ってたら肌も硬くなるし、たわしとか、何なんなんかたわしとか、カメか、あのさ、ヘチマとかで洗ってたらヘチマぐらいの硬さになっちゃうんだって。だから手が一番いいらしいの。 あとシルクとかでしょ、そうそうそう、柔らかい、そういうので洗うとその硬さになるから。たわしはいないけど、ならないだろ、一緒に豆腐で洗ったりしたら豆腐の硬さになるから、もちもち感を保つには手がいいって聞きました。そうなんだ、豆腐の方がいいんじゃない、豆腐の方がいい、ね、でも洗えない、崩れちゃうでしょ絶対。汚れる逆に、はい、アイニャンは。私はあのムーちゃんの肌のもっちり感が羨ましくて、何で洗ってんのボディーソープっていう話から、
手で洗ってる、ずっと子供からって言ってるから子供の時からね子供から子供の時から手で洗ってるって言うから、あ、じゃあ手で洗おうって思ってるけど、めんどくさい日はスポンジ使っちゃう。あ、え、逆に、だってさ、スポンジの方がすぐ泡立つじゃん。まあ、確かに確かに。手だとさ、めっちゃこうやってボディソープ3回ぐらい継ぎ足さないとさ、足りなくなっちゃうね。あ、なるほどね。まあ半々ってとこです ね、 ね、はい、すごい。手で赤って落ちるの？素朴な疑問が来てますけど、赤どうなんだろうね。落ちることにしとこうよ。アイドルが手で落ちませんでしたみたいな、嫌でしょ。落ちる落ちる。面白い。みんなほら、赤ちゃんの肌で洗えば赤ちゃん肌とか、お餅で洗うしかって、へ、うん、なるんだよ。そうなんです。じゃあ第2問目いきます、はい、歯磨きは前歯からどうでしょう、これは。いきます、せーの、ドドン。あれ、バチバチバチ。あれ、みんなスタジオ観覧の方はどうですか？みんな違う。誰も誰も違う。だってまず歯磨き粉、そうだよね、奥だよね。歯磨き粉、いや歯磨き粉つけるじゃない、ね、うん、つけるよ、つけるよ。つけて奥歯からやったら奥歯の方が辛くなるじゃないですか。どっちかって言うと前歯からやればあんま辛いなって感じないけど、奥歯からやると奥歯の方がすごい辛さを感じません？もうむしろさ、子供の歯磨き粉にすればいいじゃん。歯磨き粉で変えればいい。そんなさ、辛いの気にすんなら子供のなんかグリーンパーティーみたいなやつあ、味付けにイチゴとかねすごい。でも共感してる人いる。あ、そうかーってすごい、辛かなって。え、なんでそんな辛いの嫌なの？逆に、いや嫌じゃないんだけどさ、なんか前歯からのがなんかいいんだよ、ちょうど。でもちょっとさ、タカ子が前歯から歯磨きしてるの見ると多分笑っちゃう。でもいつも確かにそうかも。前歯からしてるよね。やればちょうどこの奥歯に行く頃には辛さがちょうどいい感じになってる。それ歯磨き粉届いてないんじゃないの大丈夫？歯磨き粉の辛さ調節してんのほら、奥歯からって人ね、一人いますよ、一人ね。いや、みんな奥歯からだからね、スタジオも。ミントのアイス食べられないタイプかだって。いや、ミント大好きですよ、実は。ミントアイス。じゃ、辛いのがダメってわけじゃないんだね。うん、わさびとかは？わさび好きなんだよね。タバスコとかも？タバスコも好きじゃない。え？からしとかは？からしは普通。ああ。普通かな？うん、ちょっとよくわかんないですね。そんな感じです。なるほど。じゃあ、第3問目。はい。食後は水をたくさん飲む。いきます、はい、せーの、ドドン。バツバツバツ。みんなバツだよ。みんなバツでいいかも今日。お客さんも誰一人いませんね。それは意図的に飲んでるってこと？意図的に飲ん、最初は食後水飲むようにしようと思ってたんだけど、それがもう癖になって、うん、食後に水飲むと結構かさ増しっていうのかな、すごいお腹いっぱいになった感があるの。だったら食前でいいんじゃない？お腹いっぱいって。なんでお腹いっぱいになった後にまたお腹いっぱい。違う、なんか満足感が増すの。なんかお腹に溜まって、すごい冷静なツッコミ。お腹いっぱいで飲めなくなる。タカ子さんだけ少し文化が違う。唾液がなくなるから虫歯になりやすいぞ。そうダメなんだよ。食べる前に炭酸水とか飲んだ方が良くない？あ、まあ、食べる前も飲むんだけどさ、あんま違うの、食べた後がいいんだって。でも食事中とか後とかはさ、水飲まない方がいいっていうよね。そう、ほら消化に悪いよって。そうだよね。そうなの。じゃあやめようかな。こだわりじゃないじゃん。こだわりじゃない。いや、消化に悪いのか。え、みんな いつ水飲むとか気にしてる？え、もう食感がいいんだって。食事と食事の間になるべく飲むのはいいけど、食事の後とかだと消化不良になっちゃうから、うん、ダイエットとかにも良くないんだって。うまいよ。寝起き。寝起きは一番いいっていうよね。そうね。寝起きにコップ水一杯飲むといいんだ。あ、言うよね。そうなんだ。ほら、味噌汁2リットル飲んだけって。味噌汁2リットルって何だよ。そうだね。作るのも大変。いや、ほんとね。お湯飲めばって言われてる。あ、お湯も飲むね。お湯も飲む。そうなんだね。そうなのね。じゃあ次の。わかりました。最後だね。はい。お、4問目かな。いきます。また食事です。食事は野菜から。せーの、ドドン。お、共感共感。おーおー、結構いる。よかった。
いやよくなんかその健康法とかダイエット法でも野菜、タンパク質、炭水化物の順で食べるといいっていうのを聞いてからずっとそうしてるんですよ。食い物の話しかないのかとか言って、ね、いやだってさ食べ物のことやっぱ一番太りにくいっていうね。そうそうそう、最近うるさいよねこういうの。順番ね、食べ順ダイエット大事大事だよ、ね、こういうところでやってかないと ね。でもさ野菜食べた方のが野菜食べて満腹にして最後炭水化物いこうみたいな感じだけどさ、うん、野菜ってそんなにお腹にたまらないからさ結局野菜食べ過ぎちゃうんだよね。野菜は食べ過ぎていいんじゃない？いいのかな？いいのか。え、でもなんかさ適度にって大事じゃない？もういいんだよ食べ過ぎちゃえば他のもの食べるより結構野菜ってあんまりお腹にたまらないんだよね。わ、うん、かるわかる。苦情です。なんなの野菜に対する苦情。しかも野菜食べてさお腹たまんないから水飲むんでしょ最後に。いやそういうねなんかスパイラルなのかもしれない私。ほら野菜ね。なるほどね。なんでムーも野菜からの。え、私はもう完全にダイエットのためだけ。あその方がそうしためだけ。ためだけ。もう他何でもいいんだったら太らない私体質だったら全然他のものが食べてる。まあそうだね。ご飯からとか言っちゃう私そしたら、うん。なんか野菜最初に入れとくといいんでしょ。そう胃とかにも消化にもいいらしい。みんなそんな感じの理由なの。そういうのテレビでやっててから、うんうん、野菜あるときは野菜から食べる。そうね、うん、むしろアリニャンは何？私はただ単に野菜が嫌いだから早くこぼしたくないみたいな。もう後に残すとさ最後さすごいブルーでさなんかみたいになるからもうだから好きなもの細胞派なのね。なるほどね。そうすると食べ過ぎるんだけど、もうでもとにかく野菜は嫌い。そっちか、そうか。もう全然もう食べないで生きていけるなら食べたくない。たまにねくれるもんね。そうだね。アリニャンよくみんなに野菜配ってるよ。あげるとか言ってある。そうなんだ。野菜ご飯水お菓子意味なしだって。お菓子最後。あお菓子食べちゃうよ。お菓子食べないな。え、でもデザートとかで締めない？締めたい。締めたい。え？私お菓子とデザートそんな食べないんだよ。あれ最近もご飯食べた後に絶対アイス食べてる。いや、わかるわかる。共感共感。共感共感。わかる。あ、それ違うからね。そう、ラーメンで締める。やばい、それはやばい。天才の偏食、素晴らしいって。すごい偏食ですよね、私。ラーメンで締める、うん、いいねラーメンで締める。それもう飲み会とかの話でしょ。だっておかず最後、ああ、いろんな人がいるんだね。成果出てますかって来てるんだけど、成果はみんなこの体が示してます。どんより証拠です。この体が成果です。どんより証拠です。焼肉も野菜からって来てるけど、焼肉行ったらもう野菜食べないよね。もう肉しか食べない。あ、キャベツとか食べるかも。キュウリとかキャベツとかとご飯、ご飯必要、めっちゃ必要ご飯。そうだね。共感共感。いやそれって私出してないからね。じゃあ行きます。はい。最後、髪の毛を溶かすときは逆さまにしても溶かす。ん？逆さまに普通に上からも溶かすんだけど逆にしてこうやって下から上にって溶かすの。はい。行きます。せーの、どん。絶対共感できない。だからこうやって溶かすんだよ。こうやって普通こうも溶かすし、サダコみたく下向いてこうやってやる。そう下から上下から上ってするの微妙。絶対それは。でもいらっしゃいますね。なんでね。いやもう理由は一つ、気持ちいいのこうやって。なんかもっとさ、もっといい、なんかさ毛穴が締まるとかさ、ちゃんとした髪が元気になるとかじゃなくて、ただの快楽のためにやるみたいな。違う、本当にあのさ普通に髪の毛とか頭皮って普段この状態じゃん、うん、だからそれを逆にすることによってなんか血流とかも良くなるのかもしれない。かもしれない。これでも気持ちいいかよ。やってみて今度。いやかもしれない。下向いてこうやって、なんか結構気持ちいいの頭皮が。ただこって不思議で、なんか前みんなで公園行った時に逆上がりが私やりたくてやってたら、タカ子が逆上がりの途中でなんかぶら下がってんの、だから回れないの、大丈夫手伝おうかって言ったら、違う胃を戻してんのとか意味わかんないこと言って、なんか逆さにこだわるよね。そんな気持ちいいじゃん、その逆上がりして、うん、
この逆さになった状態も普段そんなにしないじゃん。普段この状態だから逆立ちで帰るわ。もうなんかさ、家で逆立ちすればいいんだよ。そう、でも逆立ちするといいっていう、ね、もう逆立ちできないからね。壁倒立もできないな。もう考えすぎてストレスで太るぞ。いやー、もう全部意味ないね。だって髪の毛傷むと思うんだ、逆さにしたら。キューティクルがって言うよね、うん、そうなのか。ダメだと思う。なんかでも分け目をいろんな方向からやんなきゃいけないんだって、うん、だから横とかはやる、うん、こっちをこうやってから。でもだから逆さだから、逆さはやんないわ。やんないか。そうか、櫛使わない、ほどく髪なんてないわ。ダメだ、それ反応しにくいんで。ちょっとしかもなんかちょっと可愛い顔文字がついてるし。なんで読んじゃうの。なんで読んじゃうの。え、櫛使わないとかやばい。まあ、でも使わないのもいいらしいよ。この人も髪ないのか。いや、ダメダメ、一緒にダメよ、違うかもしれないから。はいはい、以上ですね。はい、以上たかこのこだわり5でした。はい、ここでお知らせしたいと思います。たかこさん。はい、私たち撮影会をやっております。はい、事務所の撮影会、リアライズ撮影会ですね。こちらです。明日11日のお昼がまゆん、夜がありにゃんですね。で、次のリアライズ撮影会が26日、お昼が私、夜がむーちゃんです。他にもフレッシュさんでの撮影会やフレッシュカフェさんも出演させてもらってますので、ぜひ一人に来てください。はい、それとですね、主催ライブが決まっています。こちらをご覧ください。次回は7月18日なんですけれども、この日はポッシュ2周年ということで、ポッシュ予約で来てくださった方に特典でこの2年を振り返ってのメッセージをプレゼントします。さらに物販、限定物販もあります。そして次、8月15日は同じ事務所のライヤーとシャッフルユニットを結成します。合同で3組のユニットを作って歌いますので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。その後は9月19日、10月18日と続いていきます。ぜひこっちチェックしてみてください。はい、そしてですね、私たちオフ会もやってまして、7月の18日5時半からですね、星空パーティー夏の夕涼みオフ会があります。ポッシュ浴衣着ます。締め切りが7月17日中なので、17日の、11時59分までお予約よろしくお願いします。そしてですね、8月30日、リアライズ祭り夏特大号を吉祥寺クラブシータさんの方であります。ポッシュも出ます。リアライズ祭りの特大号ということで、スペシャルなゲストさんが来てくれると思うので、皆さんぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。はいはい、そして来月のミラクルポッシュは8月14日浴衣で出演します。ぜひ皆さん観覧もできるので遊びに来てください。待ってます。待ってます。待ってます。はい、はい、というわけでコーナー3、ポッシュ2周年特別企画、ポッシュ年表。イエーイ。触れる？触れる？触れよう。はい、とっても可愛いケーキが。ここを見てください。2周年ということでですね、はい、見えますか？そうなんです。ここにポッシュ2周年って書いてあるのが。美味しそうですね。今から食べながらポッシュ年表をやりたい。はい、出た、食べながら。はい、じゃあ、ね、年表をコツコツ進めていきます。あ、じゃあ私たち3人食べてるの。そうだね、失敗じゃんこれ。なんで今の会にしたの。よし、じゃあ食べるか。はい、こちらをみんなこっち見てね、こっちね。あの、去年の年表の続きからいきますね。2014年8月6日ゆらめき三日月ガール振り付け、たかこ誕生日。意外と硬い。おいしそう。8月ちょっと誕生日の人、おいしいですね。8月6日たかこの誕生日で、ゆらめき三日月ガールの振り付けを、うん、振り付けの先生につけてくださってやったのがこの日です。そして8月9日初野外、上野ちょっと抜けちゃったんですけど、上野水上音楽堂さんでチュルチュガールに、まさかのね、チュルチュガールに板をついて、後ろで全員後ろ向いてこう右手を上げた瞬間にときめきハニーガールが流れる。そうね、トラブルがありました。で、ときめきをね最後まで歌ったんだよね。一瞬どうするってなったんだよね、うんうん、あの
ステージ上の空気感すごいよ、ね、みんなのさ空気で何を考えてる板を作って何との質問です。なんだろうポジションポジションですね。曲前にこうやって手上げてチュルチュガールと始まるんですけど、こう手上げて後ろ向いて始まるのを板につくって言うんですよ。ポジションにつくことかな、うん、そうですね。そう板ってなんかステージでチュルチュの形になったのにときめきがビヨーンって流れて どうするみたいな感じになって、そうでももう行って、しかも PA さんも間違ってるって気づかないというすごいお家。 あれって最後までやって、うん、どうしようかってなったけど、もうその場でときめきの位置に行って踊り出しました。そして8月10日たかこバースデーオフ会、おこの時にあれだよね、ファンの方にお祝いしてもらったんですね。そうなんです、お祝いしていただきました。1月23日24日インストイベントゆらめき三日月がある新生堂サンシャインシティアルパ店さんで、はい、うん、ありましたな、ありましたね、ありましたね、うん、ちっちゃい子がね、うん、握手会に来てくれてくれたね、嬉しかった。あの5歳とかサンシャインシティの中だったから、そうそうそう、結構買い物中の人とかも立ち寄ってくれたりとか見てくれて、うんうんうん、いましたね、多分可愛かった、うん、8月27日ゆらめき三日月がある CD デビュー、うん、この前のインストイベントは予約イベントだったので、うん、発売が8月27日でした、うん、次9月6日インストイベントゆらめき三日月がある秋葉原ラオックスアソビットシティさん、うんうん、あったね、いつもお世話になっている、そうですね、ラオックスさん。そして9月28日インスタイベント、インスタイベントちょっとしばらく続くんですけど、ゆらめき三日月がある新生堂国分寺店さんで、たかこ遅刻、はい、これどういうことですか、はい、どういうことでしょうか、はい、説明してください。イベントが2時からだったんですよ。で入り時間が1時だったのかな、でも私はそれを1時間そっくりそのまま勝手に勘違いして、1時入りなのに2時に入りだと思って普通にまるまる本当に1時間遅く到着したんです。もう準備して家出るのも全部遅くて、だから2時に始まるのに2時ちょっと前に着くみたいな、そうそうそう、だから本当に私電車乗っててなんかアリニャンとかポッシュのラインで、そうなんか迷ってるとかってきたから、どうしたんだろうと思って、まだ全然な時間じゃないのにどうしたんだろうって思って、ちょっと今電車の中だから後で電話するねって電話来たから、後で電話するねなんてのんきに返した時に、あれって思って、待てよ今1時半、あれってそこで思って、もうそこからもう血の毛がバーッと引いて、もうついて急いで着替えて、そうそうそう、もう本当にあれはもうごめんなさいもう本当にもうすごかった、本当にもう気づいた瞬間はもう忘れられない、あの血の毛が引いていく感じ。3人でねリハやったんだけど、そうリハは3人でやってね、本当に着いたの10分前とか、本当にそう、だから出番にはギリギリ間に合ったんだけど、うん、もうね冷や汗だったよね、うん、そう、あとなんかワイヤード、うん、そうだったね、ワイヤードだったからすごいリハをちゃんとやんなきゃねみたいな状況だったのに、一人いなくてもよくわかんねえみたいな感じでやりましたね。いや本当にいい思い出です、ね、楽しかったね、ちょっと冷やしもですね、高子いないみたいな、しかもワイヤードですごいね、3人ですごい話してリハやってたら、全く知らないおじいちゃんが危ねえんじゃねえか、これ危ねえんじゃねえかってすごい店員さんに絡んでたのを覚えてますね、絡んでたよね、覚えてないよ、私も覚えてないよ、嘘、めっちゃ店員さんにすごいなんかこっちリハやってんの、危ねえよそれ危ねえよみたいなあ、分かり分かりましたみたいな、心配してくれてたんだね、そう、そんなこともあり、そんなこともあり、9月30日カズキステージから落ちる、おこれびっくりしたね、これ秋葉原ロケットゲートさんでシュークリームガールで、うんうんうん、煽りでテンション上がりすぎてステージから落ちるっていうすごいびっくりしました、ね、ステージ差がそんなにねなかったから、うんうんうん、幸い10センチちょっとぐらい、うん、本当にないね、いや これあこれちょっと少なすぎか、これぐらい、これぐらい、でも本当どこ行ったのは眉みたいな状態になったから一瞬もね、でもあれだね、なんか右足から落ちたんだっけな、右足でガクンって落ちてって、うん、目の前にいたお客さんが一番びっくりしてもそうだよねみたいなそりゃそうだね、はい、次
10月11日12日温泉旅行オフ会ミラクルポッシュ第15回にこの温泉オフ会の VTR 載っているので、うんうんうん、ぜひ見てみてください。はい、そして次10月21日ポッシュ初取り大塚ディーパさん。お初取り、そうね、懐かしいね。懐かしいね、うん、10月なんだね。そうだね、もう半年もっとかな。なんかもうちょっと最近な気持ちだった、ね、私でも半年前とかぐらい、結構経ってる。そっか。11月1日リアライズ祭りボリューム10リアライズ5周年ソロ曲シャッフル。おやりましたね。やりましたね。ソロ曲シャッフルは、はい、アリサが私のソロ曲を歌って、うん、私がアリサのソロ曲を歌って、タカコがムーちゃんのソロ曲を歌って、うん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 、ムーちゃんがライアーの水木ゆんちゃんのソロ曲を歌いました。はい、これは、アンペリーナ、ゲテ。なんで歌い出したこんな歌。これは、くじ引いたんだよね。そう。7人で、うん。でも見事ここが交換で。そうだよね。欲しいからもそっくり。ね、私だけじゃライアーの曲を歌ったってことなんだね。衣装もちゃんとね、そう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 変えたんですよ。そうそうそうユンちゃんがね遅いから遅いので遅いって遅いって言ってなんか伝わんない。遅いから私はそれを頑張って着たよ。懐かしいね。むーちゃんめっちゃそんな貴重ダイエットしてたよね。だって入らなかったらさとか破けちゃったとかさ笑えないって言ってたよね。破けちゃったらどうしよう。ユンちゃんの衣装が一番やばいって言ってたのにユンちゃんの衣装が引いた瞬間あーってユンちゃん着れるかなって思っちゃった。はい、11月25日初台ドアーズ持ち時間30分急遽町田富山から帰還。おー、ありましたね。これは、これはなんか町田さんが富山に帰ってたんだよね、うんうん、帰ってた。お姉ちゃんとこ行ってたんですか。そうそうそう、遊びに行っていて、うん、で3人でもともと出る予定だったんですけど15分とか10分だと、あ、15分20分だと思ってたんだよね。で3曲4曲練習してたんですよ。 そしたらまさかのタイムテーブルが送られてきて30分みたいな。当日だよね。しかもそう明らか3人じゃ前日のめっちゃ夜中だよね。夜中3人じゃできないっていう10時とかだよね。曲もあってもう朝っていうかそのライブ前も練習する予定だったんですけどもうちょっと早く集まってやるかみたいな話をしてたんだけど夜にね、そうそうそう前日のね町田さんが帰るわって言って、うん、もうなんか、まあね、一斉に来るんですよ LINE で、うんうん、みんな入ってるからグループで、で私旅行っていうか富山行ってても見えるわけですよ、うん、で見たら30分みたいな。そうだよね。でこれはちょっとないなと思って行かなきゃだなと思って親に明日帰るわそこ帰るわって、うん、そうそれで行きましたね。ギリなんとか間に合った、うん、あったね。みんな来てくれてね、うん、町田さんにそんな危機感がちょっとどういう感じですか。私危機感ないように見えるんかな。はい、そうだね。次12月2日アリ、マユ、ムーで制服ディズニー。あれ、タカコどうした？どうした？私は家にいました。いや私ほんとのんびりしたい派なんですよ。めっちゃ食ってるもんね。さっきからマイペースに。おいしいんだよ。そう、3人で制服ディズニーをして、ね、うん、そっからね、タカコはお家にいました、うん、で、お土産でクッキーを3人が買ってきてくれて、うん、そうで、なんかちょうどマユンとフレッシュさんが一緒の時にマユンが3人からって渡してくれて、すごい美味しかったそのクッキー。101匹ワンちゃんがプリントされてるクッキーですごい美味しかったのあれが、はい、もうすぐ食べちゃった。うちらすごい楽しかったから来ればよかったの本当に、うん、で今度行こう。え、絶対来ない。絶対来ないよ。絶対来ない。途中で帰りたいとか言う、うん、もういいかな、帰ろうかな。もう疲れちゃうんだよねすぐ。まあそこは無理しないでね。10代じゃん。はい、あ、ちょっと待って、すごい面白い。その頃家で前歯から歯磨きしてた。今してた、ありえるよね。よくご存知ですね。ありえる。そう、前歯から歯磨きしたの。はい、12月21日愛川バースデーオフ会、はい、やっていただきました。撮影、リアライズ撮影会の撮影会、リアライズ撮影会の後にオフ会を開いていただいて、あのみんなから祝ってもらいました。ありがとうございました、はい、
12月23日、はい、秋葉原グッドマン、タカコ他の人のステージ中に乱入しようです。ちょっと待って、どういうことですか？違いますよ。ステージ中に乱入しようとしたんじゃなくて、うん、外に出ようと思って、うん、外に出る扉を開けようと開けようとしたんだっけ。開けようとしたら、もう開き扉手かかってた。そう、手かけたら、それは実はステージに行く扉だったんですよ。で、他の出演者さんがもう歌ってる間だったから3人で全力で止めて、ちょい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 みたいな。だからもし誰もね、気づかないで開けてたら、まあ、ステージ中にちょろって私がですね、ちょっと私服のタカさんがね、危なかったね。びっくりしたね。ちょっとね、方向ちょいちょいあるよね。ありますね。だって楽屋に戻ろうとしてトイレに行こうとしたりとか、うん、あるね。外に行こうとしてるのに全然違うところ、上の階行こうとしたり、そうそう、上の階行こうとしたりとか、みたいなね。ダメだね。なんか道が1個とかね、ドアが1個とかじゃないとやっぱ迷っちゃうんだよね。ちょっと、いや、独自の世界で行き過ぎててちょっとついていけませんが、はい、12月24日相川誕生日、むーちゃんはクリスマスイブが誕生日、はい、みんな LINE でお祝いしてくれました。そうだね。若干1名あの電話してきて、あのハッピーバースデーだけ歌って何も言わずに切った人もいました、ね、誰よ、誰だろうね。多分魔のつく人だと思うんですけど。マジか、こちらも魔つくか、マユしかいないよ、ね、こっちの話一切聞かずに自分だけ歌ってすぐ切るっていう、なんか新手のお祝いをされましたね。あったね、そんなこと。やばいよね、誰か誕生日の時のさ、あの LINE のフィーバー超やばい。お部屋入ってて12時回っちゃって、見たらなんか LINE が50何件誰みたいな。でポッシュのラインが荒れてるんですよ。ハリニャンはラインで歌を歌ってくれてるの。で、ハッピーバースデートゥーユーみたいな。で、少し遅れて、おたかさんがトゥーユートゥーユーみたいな感じでやってくれた二人は、そう、嬉しかった。ねね、で、一人は電話で歌ってくれる。はい。2015年、ここから2015年に入ります。はい、1月10日、町田誕生日リアライズ祭り。おお、ありましたね。この日は、アリちゃんのお祝いで、うん、そうね、やってましたね。やってましたね。うん、当日だもんね。そうなの。ちょうどだったよね。っていうか無理やり入れてもらったんだけど。そうなんですよ。やっていただいて、私が主役っていうのなんかタスキみたいな感じでしたよね。そう、物販ね。そう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 。やってましたね。1月27日から。カズキ足首負傷。おお去年の貧血に引き続き、あれだね、足首が、足首弱いよね。ポキッていっちゃうからね、困りますね。はい、2月21日スケートロケミラクルポッシュ第19回見てね。このスケートロケ結構評判いいんですよ。 あそうなの。そう、ね、見ました。面白かったって。どうでした？え、面白かった。微妙だよ、反応。こっちの反応ちょっと微妙だけど。どこまでさ、まゆん足負傷してたの？スケートは？スケートの時、なんかもう基本的にって感じ。もうじゃあ負傷しながら、いつも常にスケートしてたってことで、なんか治ったと思ったらまたポキッてやっちゃうから、常にってことだね。あ、ね、ちょっと一つ言いたいこと思い出したんだけどさ、はいはい、むーちゃんの誕生日あんな盛大に LINE で祝ったじゃん、うん、私の誕生日たかこしか LINE 来なかった。え、送った送ったよ。個人的には送ったでしょ。いや、来てやれたっけ。来た、絶対送った。え、ポッシュの LINE で祝ったよ。あ、じゃあたかこは次の日直接おめでとうって言ってくれたのに、二人言ってくんなかったので、なんだろうこの人たちっていう信頼感のね、崩れね。普通にさ、おはようとか言ってたよね。でもおめでとうとかステージ言ってんのに、おめでとうってなったから実際言ってくんなかったって。高子だけこっそりハリニャンおめでとうとか言って、そうだね、そんなこっそりする話だったんだ。なんか耳元の方近づいてきたの。ちょっと夜中に盛り上がりすぎたから。なんか当日にね、前日に盛り上がっちゃうから私たち。そうだね、当日よりもね、うん、はい。3月11日、お、来ました、東京キャンドール予選1位通過。やった。初代ドアーズさんで行われたジャパンフェス、フランスのパリで行われるジャパンフェスメインステージをかけたトーナメント式バトルイベントにポッシュが出場していまして、うんうん、この日が予選1位で通過できました。お、はい、次3月28日ポッシュ T シャツリニューアル、はい、今のこのこれになったんだね。ハートを射抜いているポッシュプッシュっていう見えるから、うんうんうん、誰か撮ったらぴょん、こんな感じです。今も発売中なのでぜひ皆さん興味がある方は買ってください。はい、そうね、クラウンだね、ポッシュの。はい、はい、
リニューアルしました。はい、デザインはどなたがと来ておりますが、全員で話し合ったね。話し合って、うん、なんか絵描きながらとか、うんうんうん、こういうのはこういうのはって言って決めて、時代とかも探してね。そうだね、こういうのがいいとかね、うん、はい。そして4月9日東京キャンドール準々決勝3位通過。おお、この日は結構強豪揃いみたいな感じだったんですよね。だね、ちょっと記憶ない。でもまだテンション高かったよね。まだそうだね。あの先月あの VTR のコーナーでやったけどね。東急キャンドールの模様も VTR を撮って、うんうん、ミラクルポッシュで放送したので、うんうんうん、アップされたら見てください。そう、ね、先月のね、あれが記憶ないんだって言われちゃってるよ。ちょっと何か何回かやっちゃうとさ、どれがどれだかちょっと、ね、そうはい。4月15日まゆむライブ帰りに駅で補導される、どうしたどうしたこれ、これはもう本当に忘れもしないよね。え、終わって歩いて乗り換えでね、歩いてたんだよね、うんうん、そしたらなんか強化期間なんですけどおいくつですか。え、おわなんかすごいお若く見えるんですけど、高校生がこの時間に歩いてたらいけないんですの、知ってますかみたいに言われて、いや知ってますけど、ね、みたいな、知ってるんですけど、強化月間でとか言って言われてね。で、20歳以上ですって言ったら、え、なんか証明したんだっけ。え、証明はしなかったんじゃなかったっけ。言って、あ、気をつけて帰ってくださいみたいな感じになって、強気で来たんだけど20歳以上だったから、あ、すいませんでしたみたいな。なんかライブみんなキャリーだから余計なんか家で少女みたいに言われるんだろうね。俺なんて普段から職質されてる。そう、なんかこれをブログになんかムーちゃんと補導されたってツイッターかな書いたら、なんかファンの方がすごい、俺は職質される、俺も職質されるみたいな、職質される人ばっかりだったの。なんかファンの人の方がちょっとキャラクター色濃いですよね。はい、次、4月18日4月19日温泉旅行オフ会、和樹誕生日、おリアルタイムでお祝いしていただいて、うんね、この VTR も撮って、うん、12時に回った瞬間にちゃんと V 回してたんだよね、うん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 、誕生日だよって言ってね、うん、そうだよそうだよって何。そうだよね、それを放送されたので、また YouTube にアップされたらチェックしてみてください、ね、これもすごい変なテンションでしたね。いや、そうだね、夜中でね、みんな一緒にいるみたいなテンションもあるし、うん、夜中のテンションダメなんだろうね、きっと。うん、そうね、おかしいんだろうね、うん、はい、でその次の日です、4月20日東京キャンドル準決勝2通過、おムー、のどからす、たかこ、リュック忘れて、大丈夫ですか。もう最悪ですか。大事な日にいろいろやっちゃったよね。私あとお腹も痛かったのこの日お腹痛いし、なんとかみんな会うと、ね、この間かその前のミラポで、うん、もう話したと思うんだけど、うん、乗り換えの駅でトイレに入って、うんうん、でキャリーも持ってて、でリュックをトイレのあの荷物置きみたいなところにかけて、でまあ普通に出て、で電車来て乗ろうとしたんですよ、うん、で乗ってリュックを下ろしてキャリーの上に乗っけようと思ったら、その下ろすものがなくて、あれなんで背中こんななんか私スカスカしてるんだろうと思った瞬間に、すぐピッと来て、急いで、まだドアが開いてる時に急いで急いでまだ電車のドアが開いてるうちに降りてトイレまで戻って、そしたらリュックまだあってよかったっていう感じだったんですけど、若干ピッと来てるけどさ、遅いよね。ピッと来るタイミングが遅いよね。もうちょっと早くね、こう来てほしかったね。なんでトイレ出た時に気づかなかったの。いやもう全然気づかなくてね。ムーはどうした、喉。私はちょっと喉をね、枯らしてしまって。なんで。練習のしすぎ、気合の入れすぎですね。ああ、空回り。そうそう、なので私一番ね、あの高いところを歌わせてもらってたんですよ、うんうん、諦めきれないのっていうところを歌わせてもらってたんだけど、うんうん、そこがもう出なくなっちゃって、うんうん、リハでさ、一回ちょっと歌ってみるわとか言ってたけどさ、うん、いや無理だわごめんで、まゆん悪いんだけど歌ってって言って、うん、私はそこで歌ってるね、振りってわけじゃないんだけど、え、本当になんかこれキャンドル来てくれたファンの方みんな気づかなかったんですけど、むーちゃんが諦めきまで歌ったんだっけ、うんうん、出ないのから私が歌ったんですよ。そう、気づかなかったよねみんな。だからまゆんの歌の歌唱力と私の演技力の演技力歌ってみるすっごい歌ってるよ、ふりしてんのも、そう、動画見返すとね口パク
のプロだと思う私ある時いや動画見せたいくらいだよ本当に。じゃあ憎たらしいよね頑張った身としてはさ私端っこの方でマイクオンにしてるみたいなそうそうそうありましたね、はいはい、4月26日上野水上音楽堂町田こける。おこれもうこれステージがまずすごい滑るんですよ。滑るね。で靴との相性本当に悪くて滑るのになぜかもうなんか葉っぱが超落ちてて掃除されてなかったみたいな。で思いっきりこけましたよ。思いっきりこけて思いっきり見られたいろんな人に。あいつこけたみたいなこんな感じされて。全員なんかツルツルしてたもんね。そうだね。でもメンバーから見ると私結構後ろの方にいたからバレなかったからまあよかったみたいな。でもあれでしょ。お尻ついちゃうとかじゃないんですよ。じゃないけどもうちょっとするっとするぐらい。もう結構やばかった。結構こんなになってたもん。そうなんです。そんなことがありましてね。なるほどね。はい。5月6日東京キャンドル決勝。お行けました決勝に。決勝まで、これはあの準決勝まではファンの方の投票で。うんうんうん。挙手制だったね。そうよ。上位4組とか、うん、準決勝は上位3組が勝ち上がりだったんだよね、うん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 、でそう決勝まで勝ち上がれて66組中の9組に皆様のおかげで入ることができました。ありがとうございます。まあ決勝結果は残念だったんですけれども、うん、はいそんな感じで、そうですね。はい、はい、5月17日ピクニックオフ会いましたね。どこでやったんだっけ。新宿御苑にこの T シャツを着て、ね、そう行きました、ね、楽しかったね、うん、めっちゃ焦げましたその日だるまさんが転んだをやったりね、うん、したね。ボールで遊んだりしましたね。リボン食べれるのって来てる。リボン食べれるんですよ。ちょっとキャラメルみたいな感じで味がこっちです。見えない側こんな食べました。そう美味しいこんな感じ、うん、はい5月23日リアライズ祭りボリューム16ギリギリセーフ。パジャマですっぴん。おそしてエオリンがポッシュに加入しました。エオリンっていうのはエオリアンさんっていうソロ活動をされているアイドルさんがリアライズ祭りにゲストとして出てくださっているんですけれども、この日エオリンがねポッシュパジャマでやりますって言ったら、じゃあ私もパジャマで出ていいですかって言ってくださったので、えじゃあ SE で一緒に出ていきましょうみたいになって、うん、SE でなんかいきなりファンの方知らないのにポッシュいきなり5人、うん、5人で出てきたんだよね。そうだね、びっくりしちゃうよね。やりました、はい、でねで5分後にそうで5月23日エオリンポッシュ卒業と、はい、5分後に卒業しました、ね、切なかったね。泣いたステージが4人でしたね。泣いたって適当すぎでしょってコメント。みじんも泣いてなかった。ありがとうございましたって言ってた。どうぞみたいな感じでしたね。エオリンでしたとか言ってでも自己紹介もなんか私たち の、ね、あの愛してるみたいな感じで即興で、うんうん、やってもらいました。全く気合が足りないなって何、私の気合の問題かな。どこのあれだろうね。なんだろう、ちょっとわかんないや。はい、そして次7月18日リアライズ祭りボリューム18周年企画あるよということで、はい、あれさっき説明したんだっけ、2周年そうね、したした。はい、いろんなね物販とかがありますので、はい、グッズもあり、募集予約してくださった方にはお手紙、メッセージ、お手紙、うん、お配りいたします。はいはい、ちょっと待ってください。町田のいじめが原因らしいと。何この人エオリンやめたの。私もう5分の間に何があったのって話になっちゃうから、ね、5分でもはや何もね何もしてないよ、はい、ちょっと噛んじゃっただけだよエオリンの紹介それだけ。はいはい、こんな感じでこの年表は今日来てくださった方1名に抽選でプレゼントしたいと思います。みんないらなそうちょっと欲しがってくださいよみんな。イエーイみたいな感じでね。はい、以上ポッシュ2周年特別企画ポッシュ年表でした。イエーイ。はい、いきます。ポッシュトーク、イエーイ、イエーイ。はい、このコーナーでは皆さんからツイッターやブログに送っていただいた質問に答えていくというコーナーです。
それではいきます、はい、おたかがミラクルポッシュに初出演したミラポー Q で特盛りポッシュのコーナーで特技を披露しましたね。その時おたかは早口言葉を披露し、唯一言えなかったこの立てかけかけに立てかけたのは立てた立てかけたかったから竹立てかけたをもう一度挑戦させてください。もう今挑戦してもダメだよね。何竹掛け、この竹掛けに竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた、もう一度挑戦させてください。いや無理ですね、無理ですね、こんなゆっくり言っても言えない。前は宇宙人みたいって言われてましたね。うん、あ続けて、そしてアリニャンアリサワールド時代、リョンリョンがゲストに来た時に、うん、町田アリサをおもちゃにしちゃいのコーナーで、うん、アリニャンも早口言葉をやりましたね。やりましたね。その時全く言えなかった予防予防病予防病予防病防予防病予防予防待ってこれは何予防予防病予防病院予防病室予防予防病予防法をもう一度挑戦してみてください。怒ってるのって言われてるよ。思ってないです。この時は酔っ払ってるのかってアリニャン言われてましたね。本当に面白くて笑いが止まりません。ぜひよろしくお願いします。いやー頑張る、やってみてみて。私たち、私宇宙人みたいだし酔っ払いみたいって言われるし、ちょっと挑戦させてもらっていいですか。わかった。いきます。はい。予防予防病予防病院予防予防病室予防予防病予防予防ダメだよ、なんだろ、予防予防病予防病院予防病室予防予防病予防法、言えた。イエーイ、タカコより私は成長している。竹掛けよ、竹掛け。え、私が言うの、あ、タカコが、タカコが、もう一回言って。この竹、この竹掛けに竹、この竹掛けに竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた。いやこれちょっとダメだね。難しいよ、これは。ね、早口言葉得意って言う割にはちょっと、うん、得意じゃない ね、 でもね、特技からあれだね、減らさないと、ね、ちょっとダメだね、うん、すごい冷静なツッコミで声を出す仕事だから滑舌は大事だよ。間違いない。いや、よくおたくさんこれ特技にしたよね。特技じゃなかったね。これはひどいって言われちゃって。これはちょっとね、ダメでしたね。しかも早口言葉でも何でもないっていう ね。じゃあ続いての質問いきます。他のメンバーに1日なれるとしたら誰になって何をしたいですか。あ、私はアリニャンになって、もう好き放題好きな時間に好きなものを食べまくりたい。もうそれ本当に。え、なんだろう、むーちゃんは。私はマユになって実家のご飯を食べたい。あ食べたいばっかりじゃん。マユは。え、私はタカコになってもう一日本当にもうのんびり過ごしたい。あー、なるほど。私むーちゃんだね。何したい、私になって。うーん、肌の触りの口をこうずっと触ってた。自分で気持ち悪いから。はい、ね、続いていきます。これ絶対おすすめというものを教えてください。なんだろう、さっきのあれだよ、手で洗う方法じゃない。あ、そうね、おすすめしとこ、これたわしで洗う方法だっけ。いや、豆腐で、豆腐でダメだよ、豆腐で、ね、これ絶対おすすめ。私は本なんですけど、うん、葵ブルーさんの本は本当におすすめです、うん、こだわりの時も言ってて、そう、本当にマジで面白いから読んで、もう貸してあげるぐらい、貸して貸して、そんなに、うん、そうなんだ。ぜひ。私また食べ物になるんだけどさ、アボカドって美味しいなと思って。アボカド美味しい。アボカド大好きだよ、ね、大好き。好きなの、美味しいよね。そう、アボカドぜひ食べてみてください。はいはい、なんだらけになっちゃうね。次回は7月の何日だっけ。8月の14日ですね。お、浴衣でね。浴衣でね。去年は花火とかスイカ食べたりとかして、うんうんうん、夏祭りねしたね。なのでまた夏祭り企画があるのかな。はい、楽しい、はい、夏だから、夏祭り浴衣姿もぜひお楽しみに。お、レアですね。じゃ8時からなので間違えないようにしてね、30分遅くなってね。はい、では、はい、いいですか。はい、いいですか。どうします。あ、じゃあ、あれ触れましょう。ありがとう。お、あ、これ作ったんです、私たちが。そう、まゆゆん、
アリニャン、私、ムーちゃんです。そう、あ、奇跡のこの並び順だ。えぇー、すごいじゃん。すごい、そんなつもりなかった。これ作ったんですよ。個性が出るね、なんか全然違う、ね、4者4様で全然違う、ね、全体的にごちゃっとしてますねはい、では次回もぜひ見てください。はい、はい、以上、ミラクルポッシュでした。バイバーイ、ありがとう。